どんぐり FM。 どうもなるみです。どうもなつめぐです。今日も公開収録をしております。はい、皆さんありがとうございます。もう全国から数百人のお客さん来てくれて、うん、ありがとうございます。素晴らしい。もう後ろの方まで埋まってますからね、これ ね渋谷公会堂で収録してる。すごいっすよね。スペイン坂スタジオでどっち何の話しますかね。うん、これね、決めてないんですよ、話すこと、うん、あ、そうだ、思い出した。うん、どんぐり FM 裏どんぐりというコミュニティがありまして、はい、そこで忘年会をやったんですね。うん、で、その時に僕が買って机の上に置いてたのが永久に遊べるパズルっていうの。はいはい、僕が3分ぐらい解いたやつですよね。そうそう、うん、永久じゃなかったっていう。そうそう、で、僕が1時間ぐらいかかって解けないやつなんですけど、うんうん、永久に解けないやつがあって、うん、で、そこに2歳だか3歳のお子さんが来てて。あ、来てましたね。でやってたんですけど、皆さんやりました？忘年会に来てた方は永久に遊べるパズル。で何人か遊んでましたけど、はい、あれお子さんもついに普通に解けるようになったそうですよ。すごいっすね。あんなかえいくつお子さん？2歳だって。2歳でもう普通に解けるようになったらしいですよ。つか2歳のリスナーが来てるのもびっくりしましたけどね。リッスンしてない気がするんですけど、そのリスナーは。リッスンしてるよ。お母さんがしてるだけでしょうね。いやでもパズルやってましたよね。やってました。永久感ゼロじゃないですか、だってあれもうそうなんで、ね。いやいや、人によっては永久にできて。うん、で嬉しいのがね、ちょっとせっかくね、もらえるから、なんかプレゼント、成美さんが多分ね、はい、あげるよって言ったから。うん、じゃあサインくださいって言ってね、うん、もうバッチリ水性のペンで書いてって言われても、これもう消えるわ。そんな今この瞬間に消えるわと思うの、プラスチックの箱に。箱に名前書いたの、夏目って書きました。で帰りにはもうなかったです。ほらだから言ったじゃん、スッてスッて消えるよね。もう言ったじゃん、服にずれ、服にすれたら消えるよね。もうめっちゃこうやって持ってたからもう絶対消えるよって言ったのに。しかも夏目くなんて書いたところで別に何の価値もないからね。いやいやいや、いつかね。いつか、あの時のつって。でその永久に遊べるパズルがですね、はい、今どんぐりで話してから、うん、Amazon で売り切れですよ、うん、マジで。いや、どんぐり効果っていうのはやっぱ最近あるんですよ、うん、キングヌーが怖く出たでしょ、うん、ヒゲ男子が怖く出たでしょ、はい、与田光が、デイリーポータルで一番面白かった記事になったでしょ。もういろいろありますよ、それ全部ね、どんぐり効果ですからね。それはちょっとなんか大丈夫、うん、本当に、本当にもうそうなるものを紹介しただけです。いや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 、だんだんキングヌー誰も読めなかったじゃないですか。確かに、うん、ヒゲ男爵もね、うん、誰だか分からなかったじゃないですか、うん、ヒゲ男爵じゃないんだけど、ヒゲ男爵じゃなかった気がする、うん、どっちだか分からなかったじゃないですか。分かんない、未だにあんま分かってない。でも今みんな分かってるじゃん、うん、なんでかっていうと聞いてるからでしょ。そうですね、うん、そうらしいですよ、パズルが今や。しかも渋谷の東急ハンズでもその永久に遊べるパズルが今全部売り切れで、うん、すいません在庫ないですって言って僕この前買いに行ったんですけど。また買いに行ったんだ。だってなぜか僕が4つ買ったのに僕今手元にゼロなんですけど。ね、赤ちゃん2歳の子1個あげて、はい、うちの会社に3個あります。ほらなんで、やろうとしたらなかったから、買いに行ったら売ってなかった。うちの会社近くだから持って帰っといたから。あ、そう、今度持ってくるわ。だから売れてるんでしょあれ。そうらしいですよ、うん、今すごく売れてて、どんぐり経済効果っていうのが最近あるらしいですからね、うん、松屋とかもね。松屋とかもそうっすよ。ゴロゴロチキンカレーもね、どんぐり紹介してからですからね。そう、うん、松屋はなんだっけ、新しいシュクメルリでしたっけ、シュプリームみたいなやつ。シュプリームなんだっけ、シュメルクリだっけ、うん、はいはい、食べました、ジョージア料理、うん、僕ね、もう松屋はちょっとメジャー感あふれすぎたんで、はい、一切食べないって言ったじゃないですか、はい、食べました。あれね、美味しい。なんだかんだあれすご、一番すごいのは何かっていうと、修学旅行とかで旅館行くと、はい、ちっちゃい固形燃料に火がついて鍋来るじゃないですか、はい、ああいうのになってくるんですよ、はい、あの料理者はシチューなんですけど、うん、常に熱々で熱されたシチューなんですよ、はい、絶対やけどするんですよ、うん、唇が、うん、よくない。どういう性癖があるのそれは。やけどするのよくないってね。松屋で唇の裏焼けんだよって、うん、でも僕は噂で聞いたことありますけど、うん、松屋好きな方が、うん、唯一ちょっとまずかったみたいな、まずかった言ってる人も僕聞いたことがあるんですけど。まあちょっとわかるんだよね、やっぱジョージア料理という特殊な料理だから。ジョージア料理って何ですか。グルジアっていう国は知ってる。知らないです。知らない、うん、ヨーロッパの方にあるんだけど、うん、最近ジョージアって呼ばれてる国なんだよね、うん、結構食文化がすごいいい国で、ジョージアワインってすごい美味しいワインもあるし、美味しい料理もあって、うん、そこのすげえマニアックな料理をなぜか松屋出してきて、うん、そのマニアックぶりがちょっと受けてるんですけどね、うん、まあ、実際カレーの方がうまいんですけど、うんうん、
まあでも熱々ニンニク臭いシチューなんですよ。なんかあのクリームソースベースのシチューですよね。そうそうそう、シチューなんだけどゴロゴロニンニク入ってて、うんうん、実際あれ食うときついっすよ、うん、我々おっさんはいいですけどね、うん、女性はあんま昼間食わない方がいいかもしれないですね、うん、そんだけニンニク入ってるんですよ。美味しいですけどね。でもちょっとね、熱々すぎる、熱すぎる、やけどしなかった、僕も口からやめました、熱くて。やめたんだ、うん、いやほんとやめた方がいいよあれは、うんうん、とても熱いんで。最近あの知人の話があるんですけど、うん、若い女性の20代の子で一人暮らし始めた子がいて、うん、あのどんぐり FM リスナーなんですけど、あのどんぐり FM なんで聞いたかっていうと、あのたまに Uber Eats とか出前館とか出前頼むじゃないですか。その時に女性一人暮らしだとなんか玄関で防犯なんですよ。男性の人が運んでくるじゃないですか、はい、その時に開けるのがちょっと開けづらいらしいんですよね、はあはあ、だって嫌じゃないですか家に女性一人だと。でも後ろでね、後ろでドームFM流しておくとおっさんが家の中にいるみたいなのらしいんですよ。そういうこと。そう、それ BGM だったみたいななんか流れてて大丈夫。 BGM なんですよ。本当に、うん、あおっさん効果音なんですよ完全に。その人の中では YouTube とかじゃダメなんですかね。ダメらしいですよ。まあ、でもずっと喋っててくれるから。そうそうそう、まあなんかちょっと知り合いの男性2人いるのかなみたいな。そうそう、奥の方に2人男性いるんだなみたいになるんですよね。めっちゃすごくない。すごいっすね、うん、そんな用途あるんだと思ってこのポッドキャストに。でもよくね防犯でこう男性もののパンツを外に干しとくとか、ね、そうそう、男性の靴置いとくとかね、うん、いろいろあるじゃないですか。一番新しいのがドームレーフェムを奥へ流しとくなんですよ。おっさん二人喋ってるんですよ延々で。分かった分かった。じゃあ、うん、一回防犯会を作っときましょう。あ、防犯会いいね。あの、うん、じゃあ例えばサオリちょっとあのいいっすね、なんだろう、うん、洗濯物を畳めたよみたいな、うん、え誰来たの今みたいなやつやろうやろうよ、うん、え何え来たウーバーイーツみたいな会やりましょう。そう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 、うん、えじゃあちょっとお皿用意しとくねみたいな。そう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 。だからピンポンなったらそれを再生するえ来たのウーバーイーツお皿用意しとくねみたいなのが永遠流れてる。ほらいい、めちゃめちゃ使える素材じゃないっていう人がいて、ニッチその用途と思って。はあ、まあでもね確かに僕たちはまだいいですけど、うん、独身で一人で家住んでて、うん、よくわかんないよ、はいはい、おっさんが。女性だったら怖いよね。ウーバーイーツでリュック持ってきてね。そうそう、しかもそのリュック偽物かもしれないじゃん。そうそう、僕みたいに買って手に入れるからね。怪しいもんね。で身辺わかんない人が来て、うん、あここにこんな人が住んでるんだとかって分かられちゃってやっぱ怖かったりもするんで、そういう時にこれですよ。そう、あの防犯どんぐり。そう、女性一人暮らしは防犯どんぐりっていうね、うん、何を喋ったらいいんですかね防犯どんぐりは。まずお誰だピンポンしたのはみたいなのと紙棚用意しといたよってやつと、はいはい、あとなんだろうね、なんだろう、お風呂上がったよみたいなおいパンツどこでも今このご時世さ、おっさんの声で俺のパンツどこっていうのはあのジェンダー的にきついと思うんだよね。しかもあと、うん、あのどういう家系、あのどういう家族構成わかんない、ワンルームなのに明らかに、ワンルームにおっさん2人と、うん、あのその女性がいるんです、ね、で1人のおっさんがそうそうそう、あのパンツどこって言って僕がここにあるよって言うんですか。だからどういう家族構成、怖いじゃんその家。明らかにワンルームのマンションなのにおっさん2人がパンツどこって言ってる家はもう何も起きないそうそう、うん、何も起きない、で外に干してあるんですよね。そうそうそう、いろんなもん干してあるから万全ですよ。それは確かにね、うん、あちょっとじゃあ BGM ちょっとめっちゃ涙出ちゃう。想像したらめっちゃ起きる。だからそういう用途として今後配信してもいいかなと思って。その時は BGM なしにして、なしにして、うん、いいじゃん。やべ笑いすぎちゃった。